スノーマン目黒蓮海の始まり、主演の話を最初に聞いたのは、サイレント、撮影時だった。5月16日、木曜日、アイドルグループ、スノーマンのメンバーが週替わりでパーソナリティを務めるラジオ番組、富士屋プレゼンツスノーマンの元のまんま、文化放送、毎週木曜21時から21時30分、が放送。この日のパーソナリティは、目黒ハスと岩本テルが担当し、目黒ハスの、月9、初主演作となる7月期の連続ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、月曜午後9時、について出演が決まった時の心境について語った、目黒、また皆さんの心が動くようなお芝居ができるように頑張りたい。リスナーから、月9ドラマ、海の始まり、の主演発表を祝うメールが届き、最初にその話を聞いた時のことを尋ねられた目黒が当時の心境を語った。岩本でも、どうだった？月9主演の話を聞いた時は。目黒、話を聞いた時は、それこそ本当に決行前で、サイレントの撮影をしてる時。1話が放送されて、ちょうど2話ぐらいを撮ってる時に、月9の出演どうですか？というお話をいただいて。でも、その時は、サイレントに俺はもう全集中してたから。岩本その当時はね。目黒、一回その話はいただいたんだけど、一旦、目の前にある役だけを考えて全うしたかったから、サイレントの撮影の期間は、もう何も考えずに、桜総君を一生懸命演じて、で、終わった後から徐々に話が進んでいって。親子の物語をやりたいんだけど、どうかな？みたいなお話を、それこそプロデューサーの村瀬さんから聞いて。岩本サイレントのチームのね、目黒、あ、そうなんですねっていう。で、内容の話をずっと細かくしてきたから、いっぱい話し合っての今、という。岩本、なるほどね、すぐ聞いて、すぐでゴーじゃなくて。目黒そうそう、岩本そこから作り上げるまでの年月がしっかり時間軸としてあって、みんなが知ったのが今ってことでしょ。目黒そう。なので、また、サイレントのチームの皆さんとできるんだけど、本当に多分スタッフさん含め、皆さんが頑張ってやってきたから、またこうして同じチームでできるという、本当に周りの皆さんに俺はただただ感謝して、今回も月岡夏くんという役に没頭して、この夏を過ごすという感じかな。岩本みんな結構楽しみだと思うよ。目黒、ありがたい本当に。なので、また皆さんの心が動くようなお芝居ができるように頑張りたいなと思います。